来ました。ついに日本を飛び立ちます。飛び立ちます。そして僕たちはマレーシアで行われるアジア大会に行きたいと思います。行きます。頑張りましょう森保。頑張りましょう。はい、今回は何日間、まあ、1週間ぐらいですかね。羽田空港夜12時10分の便で、はい、明日の朝に着くんだよね。はい、そうっす。そこから明日練習、2試合連続試合、2試合連続試合、準決勝と決勝だけは1日1試合なんですけど、まあ、なんで俺は3本4本分ぐらいで何本かに分けてやっていこうと思うんで、サッカー以外の面も今回だけは、みんないつも知ってますよ、あの俺の喋りとか全部飛ばして、あのサッカーのハイライトだけ見てんの。今回はちゃんと観光とか、まあ、なんかいろいろちょっとおもろいものをね、確かに面白い選手も見つかるかもしれないんでね。試合の方はリク君、僕たち頑張っていきましょう。見せてください。はい、パイセン、はい、本当にこれだけは最後に言いたい。応援してくれくださる皆様のために絶対に優勝します。優勝しましょう。はい、日本を出発する前に最後に寿司を最高食いに来ました。うまそう。はい、食べていきたいと思います。見してや。リンギット。え、何？リンギット。リンギット。隣でかっ。6時間隣きついな、これ。近いし。ホテル到着。でけえな。ホテルに着いたのですが入れないということで、とりあえず飯を食いに行きたいと思います。東南アジアっぽいお店ですね。お、猫ちゃんがいます。佐々木選手が股抜きされました。ここで食べることになりまして、誰かしら腹壊しそうだな。いや、これ絶対怖くちょっと火通ってるやつにしてくれ。卵やめてくれ。お前ビビって取ってんじゃねえよ。いや、同じです。あなたちょっと腹に大丈夫そうなもの、監督プレゼンしないからって適当に恐れすぎでしょ。いや、俊介食うだろ、あなたら。カメラマンさんが撮ってきた食事はこれです。ドーン、でかいのばっかり。えぐい。そして森保が何かを発見しました。これは虫なのではないかっていう説が出てますね。まあ東南アジアですね。まあ東南アジアなんで、正味これ食べたって知らねえもん。まあ俺はまあちょっとどけて食べるはず絶対。だ俺も、はい。いや、君、完食早いっす。マジで腹減ってた。普通に美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しかった。まあ、体調が悪くなるのは少し経ってからなんで、一旦様子を見、まあ、とりあえず一旦ね、はい、今は大丈夫。はい、ご飯屋さんだけで30分ぐらい取れそうなんですが、一旦この辺で終わらせます。はい、ホテルに入っていきます。到着。おー、いいですね。いいお部屋です。そしてなんと今回の同部屋はずっと隣にいる。どっちいいの？部屋もあ、どっちもいいっす。はい、ということでこれから練習に行きたいと思います。練習時間は午後5時から1時間半かな。今から多分試合会場にもなるところに練習に行くんでね、全く寝ていませんが、昨日起きてからトータル2時間ぐらいですかね、
まあでも今日練習やった後、明日ももう一日練習の日があるんでね、今日と明日でうまく調整して明後日から始まる大会に挑んでいきたいと思います。とりあえず今からじゃあみんなでグラウンドに行って練習したいと思います。練習場に着きました。マレーシアは常夏です。今日は35度ぐらいあるのかな。森安がロングキックを蹴ってるのでちょっと質を確認します。さあ森安、森安左足蹴れるのか。絶対ミスる。ほらミスター。今日は軽くだけやって練習終わりです。 Hey, this is our coach. He speak four languages. Languages. Languages, very good. Spanish, Portuguese, English and a little bit Japanese. キャプテン、キャプテン、お疲れ様です。練習英語勉強します。よろしくお願いします。英語何もできないのにキャプテンしちゃった監督。もう首だね。はい、練習が終わり、なんか隣になんかがあってなんか食べます。なんかアウトレットっぽいですね、見た目も。てか日本みたいじゃん。明日までここにいるわ、練習同じ場所でしょ。お疲れ。今日ここに泊まります。じゃねー、バイバイ。お疲れ。ありがとうございます。チャオ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 。今日のご飯はここです。ビーフ、ビーフ。一苦労や、厨房頼むのも大変や。これはビーフ、指さしてビーフって言っただけや。簡単や。ガチン先生なんですよね。先生、学校休んできたんですか。学校休んできました。子供たちほっぽろかしてきたってことですよね。担任持ってるんですか。担任じゃないよ、音楽の先生。いやいやいや、絶対体育でしょ、そこ。音楽とめっちゃピアノうまい。やばいな。で、体育。僕はビーフマッシュルームライスです。はい、スーパーに来たんですが、俺モンスターマジ好きなんですよ。モンスター見たことない種類多すぎる。俺はいつも青はカロリーゼロなんで青飲むんですよ。サイズよ、サイズ。ちょっと顔と比べて。あら可愛い。どっちの方が大きいかな。てか多分モンスターファンには分かります、この味の見たことないのがありすぎるの。ヒントがやばいでしょこれね。これとかもすごいし、気になる。買ってみよう。このプリングスの種類も結構見たことないやついっぱい。楽しいね海外。はい、ここは野菜果物コーナーかな。まあ日本っぽいっちゃ日本っぽいですね。はい、それでは帰ります。ホテルに帰宅をしまして、なんかジムとかプールがあるっぽいんですよ。おお、ジムあった。おお、いいね。いいですね、なんか照らされて。ちょこっとだけトレーニングしてます。頑張るモンスター。こんなんできるに決まってんだろ。当たり前だよね。さすがに。意外に近いんじゃない。重っ。ベイビー。カモンベイビー。そんな重いさ。超重いです。すごっ。すごっ。これはすごいわ。うざ。お前も筋トレしろよ。リカバリーさせていただきます。いやもうその格好だったら別に押すな押すなとかないね。早く入ってくれ。いやみんな楽しそうだな。ええ、魚介がいる。もうなんかもう怖すぎ。やばいな。これ泣くよ子供、ちっちゃい子見たら。壁 VS 中ちんが水泳勝負をするみたいです。モンスターは勝つ。早い。うわ、これはモンスター負けるか。うわ、モンスターが追い上げてきた。モンスターやっぱり強い。
モンスター、モンスター、まだだよ。モンスターの勝ちだ。はい、ということで今日はもう疲れたので寝ましょう。この2日でマジで3時間しか寝てないよ。おやすみなさい。また明日。おはようございます。これから朝の散歩に行きたいと思います。インフルエンサーが朝から活動を頑張ってます。朝8時の交通、バイクも多いですね。結構ね、交通量が多いと思いますね。マレーシアすぐ渋滞になる。ホテルの朝ごはんです。これから朝からいいじゃないですか。カレーうまいんだよな。まれまれ、早くまれまれ。美味しそう。まる。いやいやいや、朝食を食べ終わり、ちょっと昼間のプールの景色を撮りに行きたいと思います。いやいいですね、昼のプールも。今日はこの後なんか写真撮影があるみたいなんで、この後はそれに行きます。今カフェで意味わかんないやつがいたんですよ。え、マンメー、意味が分かりません。ちょっと説明をさせていただくと、前俺のね YouTube でももう大好きで出てきてくれてて、インドネシアのサッカーとかについて聞いたんだよね。まあまず浦ユース、中学校高校の同期なんですよ。で大輔はフィリピンとのハーフで、フィリピンに帰化をしてフィリピン代表のサッカー選手になって、でもルーマニアとかデンマークとかの一部とかでサッカーやってて、インドネシアとかでもやってて、今もやってるよ。今もやってるね。今はフィリピン、フィリピン。え、代表もやってるのサッカー？今回は選ばれてなかったよ、普通にまで。ああ、じゃあ全然、そのちょっと前とかまで普通に代表の選手が、なぜかまだまだアマチュアのソサイチのフィリピン代表に来たらしいです、はい、なんで？でやねん、なんでですか？やめてください。こっちに来てる。でもメンバー見たらフィリピンのプロリーグでやってる選手ほぼ全員、ほぼ、まあ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 、基本的に若い選手だけど結構、まあ、現役っちゃ現役だから。マジか。で、まあ、あとはその引退した選手、まあ、中でもやっぱりすごい経歴の選手が多いし、そうだね、こっちに来てる。待て待て待て、俺らまあ元 J とか、はい、まあ経歴のある選手は日本国内ではね、はい、いるけど、多分みんな毎日練習はしてないよな。まあほぼアマチュアみたいな。そうとはいえど、ソサイチの練習をしてるからね。まあまあ、見てる、見てる、 YouTube 見てる。あ、本当に、本当に。しっかり。そうそう、それはねちょっと一個救いなんだけど、現役バリバリ分があってたけど、ソサイチの練習とかは一切してなくて、うん、そこでねちょっと差を見せたいね。確かに。まあでもフィリピンは逆山なんですか。いや、ありがたい、うん、予選でね、決勝で会いましょうよ。そうだな、うん。いや見てるよ、しかも最近調子いいじゃん。だいぶなんか体のキレも戻ってきて、なんか今調子いいんじゃない。ちょっとね合わせてきてるからね、普段より動いてから来たかもしれない。どこを食おうかなって。膝裏かアキレス腱か。怖いな。怖すぎる。外国人の血入ってる。決勝で当たりたいと思う。頑張っていきましょう。頑張ろう、頑張ろう。まさかの謎の選手でした。これからまた写真撮影みたいなのをやるみたいです。なんか日本にいた時も見たな、この光景。来たぞ来たぞ、来た、キャプテン。これ写真じゃないからね。キャプテン。本日もお昼ご飯探しの旅に出ています。人がすごいですね。裏路地みたいな感じですね。首都の方はね、全然見た目がこんな感じじゃないんですけど、ちょっとやっぱ車で走らせた田舎っていうのかな、言うて30分ぐらいなんですけど、その辺りはまだこんな感じっぽいですね。はい、見つけました。安いんですよね、1リンギットが
33、4円なんで、こういうの全部300円から400円などで食べれるって感じですね。はい、今日もこれから練習していきます。やってますね。彼本当に言いました。これから僕と同い年の94の選手を紹介していきたいと思います。まずこのお二人、なんか喋ってくださいよ。箱崎です。箱は高校どこでやってたんだっけ。香川西高校で。あ、でも大阪だもんね、大学も。あんまやる機会がなかったね、こっち俺らとは。阿川は初めて同じチームですね。高校山田で、そう、プレミアリーグで一緒だったんだね。初めて味方ということで、はい、頑張っていきましょう。94、ちょうど30歳の世代なんでね。あと一人、えい、94世代の、紹介をしてて、ゴリゴリのセンターフォワードにいる強い人です。いや、中旬チャンネル、視聴者で、ね、いやいやいや、いいパス出せたらと思うんで、ちょっとガンガンシュート打ちます。明日から頑張りましょう。ラスト調整、怪我しないように。ありがとうございます。はい、練習が終了いたしました。これから日本料理を食べに行くみたいなんで、なんか森保陸くんがね、力を発揮したみたいで、知り合いがいたらしくてね、みんなで食べに行きたいと思います。すいません、そんなくて。いや、貸し切りみたいな感じで、絶対うまい。あ、キーパーのお二人、リキアさんの次の赤チンさんが年下。確かに37。ベテラン。今年4。34？今年で4。ギャルじゃん、まだ。何月か。21は。21は。31は年下。おお。ありがとうな。いいよ。何の知り合いなんですか。まあ、親父の知り合いのお店みたいな感じです。じゃあパパにお支払いお願いしといてください。はい、後で請求します。はい、ということで帰宅しました。明日から大会が始まるので、多分昨日今日の動画で1本、明日から1日1本的な感じで上げていけたらと思うので、お楽しみにしてください。絶対に優勝します。おやすみなさい。